さあ続いて新美組チームの皆さん、はい、愛媛県内で活動する新美の梶原中洲井上武田教室で構成されたチームでございます。ちょっと下がりましょうかね、はい。昨年西日本豪雨災害により甚大な被害で中止になった宇和島ガイアカーニバル愛媛よさこい祭りも今年は開催され、一日も早い復旧復興を願って新美組は愛媛の祭りを踊りますよ。今年新美は40周年です。松山祭りも初期から参加、大人のチームからチルドレインへ時代は引き継がれてきました。令和初の松山祭り艶やかに舞いますということでね、新美組チームでございます。それでは新美組お願いします。
はい、ありがとうございました。神秘組チームの皆さんでした。ありがとうございます。